勾配は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第四十三条で、二大宮三条の第二条。頭中将の子孫とその演者の後日談を書く。源氏物語に登場する架空の人物の通称。勾配大納言とも、頭中将の次男で、柏木の同母帝。二十四歳の春の頃の話。小池市大臣の次男は、この頃には、 アゼチダイナゴンになっていた。後継ぎだった兄かしわぎなきあと、一族の大黒柱となっている。亡くなった先の北の方との間には二人の姫君が、いた。今の北の方は、ひげ黒大臣の娘でこほたる兵部境遇の北の方だった薪柱で、この間に男子を一人設けている。また、薪柱には、古宮の忘れがたみの姫君がいて、この姫君もダイナゴンの屋敷で暮らしている。 模擬を済ませた三人の姫君たちへの求婚者は多かったが、大納言は大君を通る人すべく霊系殿に散大させており、今度は中の君に二大宮を縁付けようと目論んでいる。大納言は大部の君を使って二大宮の心を中の君に向けさせようとするが、肝心の二大宮の関心は宮の味方にあるらしい。二大宮は大部の君を通して、しきりに、 宮の味方に文を送るが、宮の味方は消極的で結婚をほとんど諦めている。大君の貢献に忙しい薪柱は、宮の味方には、良縁と思うが大納言の気持ちを思うと、躊躇してしまう。また、二大宮が公職で最近では、宇治八の宮の姫君にも就寝だとの噂もあって、ますます苦労が絶えないようだ。頭中条の次男、母は、 キリツボミカドの右大臣の四の君。勾配の中心人物となることから、後世の人により、勾配大納言の通称が付けられた。柏木、古紀伝女語は、道福の兄弟。明るく理髪な性格で、幼少の頃から美声で知られる。道の頃に、源氏の前で、西原・バラ、高砂を歌ったほか、バイ藤浦場など祝い事の席での登場が多い。 最初の北の方に先立たれた後、牧柱と再婚した。また、兄か木の未亡人落葉の宮や藤壺女後、その娘の女にのみに思いをかけたこともあった。弁少将右大弁を経て、宇治十条では、あぜち大納言に昇進。ありがとうございます。